今日は前回に引き継いだアファメーションの話ですね。アファメーション、11個のルールがあるということを前回、学んでいただきました。すでに学んでいる方は復習になると思いますけれども、重要な、そうですね、ポイント11個あるので、全てをきちんとクリアしてアファメーションの文章を作りで、そうですね、毎日できればというかやるといいと思います。で、やってみて体感が上がってくるわけですね。で、その前の、動画でも話をしてますけど、まさにワーズピクチャーエモーション、言葉を使ってエモーションですね、情動が乗った映像、そういった記憶が、情動記憶が引っ張り出されるということなので、まさに言葉を使ってアファメーションでですね、未来側なんですけれども、そういった映像を作る、脳の中に作り上げることができるよということで、これはすごく効果があるので、ぜひやってみていただいていると思います。で、今日はですね、そのアファメーションについて、友達博士本の中でも書かれてますけども、大体朝起きて、その変性意識の状態になっている時、いわゆるちょっとぼーっとしている時っていうんですか、いろんなことを考えている時、寝る前なんかも、今日一日のことを考える場合も多いかもしれませんけれども、我々、もうこのコーチング理論を学んでる、我々コーチもそうですけど、皆さんも、未来志向になっているわけですから、これからゴールに向けてどうしようかなっていう思いを巡らしながら、寝る際にそのアファメーションをするとですね、非常に効果的ですよと。で、今日は一歩踏み込んでですね、24時間365日アファメーションっていうところですね。そこは、先ほど朝とシャワーを浴びるときと寝るとき3回でいいんじゃないんですかっていうところとの差はどういうふうに説明するんですかってツッコミがありそうですけれども、これは、以前ですね、友達博士がツイッターで、アファメーションは1日何回すればいいんですかって質問があったときに、24時間365日ずっとみたいな答えをされてたんですが、この意味としてはですね、もちろん言葉で唱えるとかっていうことも当然やってみる。そうすると、感情が乗った映像が頭の中に浮かんできて、それはゴールを達成している時に自分が見える映像ですけれども、その映像をですね、24時間365日ずっと頭の中にどっかで浮かべ続けて、ゴールを達成しているぞと、常にもうすでにゴールを達成しているよという状況を脳の中に作りつつ、でもこれまだできてないな、あれもできてないなって、こういうまさに人的不協和に陥る現象を自分の脳の中に作り上げていくということですね。だから24時間365日、アファメーションをやってる感覚をですね、どっかに維持するっていうことですね。で、違う言い方的に言うと、まさに常にゴールの世界、コンフォートゾーンに生きるというような表現も当然してるわけですけれども、24時間365日ぜひアファメーションをやる、その意味としては、すでにゴールを達成しているという臨場感をですね、常に持つということですね。そうすることによって、勝手に行動が起きてきますよと、ここは理解していただければと思います。まずは1日2回か3回ぐらいを確実に、ゴールを達成している状況のアファメーションの文章を読み上げると。で、読み上げるとともにですね、自分の中に、そういうプラスな情動が上がってきてですね、で、映像も浮かんできてっていう、で、そのワクワク感もですね、どんどん上がってくる、その感覚を、覚えておきながら、その意識状態を24時間365日ずっと持ち続けるということをぜひやってみるといいと思います。そうすることによってですね、エネルギーが常に、湧いている状態っていうんですかね、まだまだ現実物理的に言うと、これもできてない、これもまだ取り掛かってないとか、で、これなんか達成法が分かんないとかね、なんかいろんなものがこう自分の中に矛盾を感じるんですけど、でも頭の中にはもうゴールを達成している自分の映像があるわけですね。自分がゴールを達成している時に見る映像、もしくは自分のセルフイメージがそこで出来上がってるということをですね、脳の中でイメージしてみるということですね。教育関係者、子どもたちもそうですけれども、読み上げながら、ただ読み上げればなんとかなるんでしょうっていうことで、1日3回っていうよりは、その感覚を、意識状態をいかに自分の中に取り込むかってことをやってみてください。その
例えば受験を控えてる学生生徒であれば、ね、受験をその志望校を合格して、その先に、その学校のキャンパスで楽しく勉強してるとか部活をしてるとか、なんかいろいろ目的あると思うので、ゴールあると思うので、そういうことをですね、楽しんでる自分の映像を浮かべてみるってことですね。その感覚意識状態を、常に持つということで、スポーツ選手はまさに、プロの方もそうじゃない方もいろいろいると思うんですけども、自分が最高のプレーをした時にこういう映像が見えるだろうと、この大会で優勝するとかね、トップアスリートであれば、もう東京オリンピックも近づいてますけれども、この動画を撮ってる時はまだ東京オリンピック以前ですけどね、それ以降のこの動画を見られてる方もいるかもしれないですけども、そのオリンピックで、金メダルを取るというような、そういうチャンス、そこを狙えるチャンスのあるトップアスリートなんかは、東京オリンピックで金メダルを取って、その先、全ての世界大会を大会で優勝するとか、でその時の情動ですね、最高ってね、世界一になってるって、そういう状況を言葉に上げてですね、読み上げて、その意識状態を常に日頃の練習のところから持っているっていうことですね。そうするとちょっとミスしたとかね、あとは例えば技がうまく決まらないとか、なんかいろいろあると思うんですけども、一喜一憂しないで、じゃあどうやってそれを金メダル取る、優勝するとこまで引き上げるかってね、この課題についてどうやって、取り組めばいいのかって、ね、練習方法とかですね、メニューを変える必要があるかもしれない、トレーニング方法を変える必要があるかもしれないというところで、スコットマンが外れやすくなるということですね。ビジネス、社会人において言うと、それぞれのゴールを達成していく、例えば独立起業して会社を立ち上げ、例えば上場させて、どんどんそのビジネスサービスが世の中に広がっているイメージを作るのであれば、そういう映像、例えば上場して上場記念パーティーとかですね、株式公開上場記念パーティーみたいなところでプレゼンしている映像をアファメーションにして読み上げる。で、その意識状態をですね、常に日頃からもうすでに自分は達成してるぞという状況で、ビジネスに取り組む、もしくはそのゴールに向かって日々活動していくっていうことで、どんどんエネルギーが出てくるはずです。ということで、アファメーション11個のルールを抑えて、きちんとやるということを踏まえてですね、その時の意識状態を常に24時間365日持ち続ける、そういうことをぜひその先にですね、これはもしかしたら初級レベルよりは中級上級レベルかもしれませんけれども、このクイックコーチング、この動画シリーズから、アファメーションも学びましたという方も、もうどんどんやっちゃっていいと思いますので、やってみてください。今日は以上です。ありがとうございました。